琉球王国により特に大切に守られた琉球八社。その琉球八社の一つである安里八幡宮は琉球八社の中で唯一の八幡宮です。琉球国由来記によると、聖徳王が王命に従わない喜界島を討伐することになった際、出陣の門出の時に安里の地を通りかかると水鳥がいたため、王は矢をつがえ、今我が軍が有利であるならばこの鳥を速やかに落とせと言いながら一本の矢を地に立て、一本の矢を放ちました。すると矢は鳥を射止めたので、王は砲を上げ出航しました。また喜界島へ向かう途中、今度は鐘が海面に浮いてきました。船人たちがこの鐘を拾い上げようとしますが、手を伸ばすと離れたため引き上げることができず、そのまま放置すると、それでも船の傍らより離れることはありませんでした。そこで王が、この戦に利があるなら、この霊剣新たかなる鐘を手に入れさせてもらえたらな、帰国の後に必ず八幡大菩薩をお祭りしますと言って、右手を出すと鐘は簡単に手にすることができました。その後王は喜界島を治め帰国すると、矢を建てた場所に社を建て、この鐘と矢を神の化身として大切に祀りました。以来安里八幡宮は武道を習う人々の武運を祈願するお宮として多くの人々の信仰を集め、また琉球舞踊ヌブイクドゥーチにも歌われ親しまれてきました。しかし沖縄戦で社殿は焼失し、1963年昭和38年に仮殿が復興され、その後1972年昭和47年の沖縄施政権返還に伴い敷地を回復し、1993年平成5年安里八幡宮復興規制会により八幡宮神殿の復元が行われました。なお現在は裏に小諸町のタワーマンションが建ち、隣にある保育所の敷地内のように見える住宅街の中にひっそりと佇む神社です。それでは琉球八社のうち唯一の八幡宮である安里八幡宮を訪ねてみましょう。